全国1億3000万の焼肉ファンの皆様こんにちは。今日はね、ザイグル炙りんですか、来ましたね。あの例のペイペイ祭り、スーパーペイペイ祭りですごいお得に買ったという、それまでずっとね躊躇していたんですけども、ついに手に入ることができました。手に入れることができました。ありがとうございます。はい、でちょっとね切れてますけどね、こうですか。中に入っていたのは2つの箱、一つが小さめの箱で、これ多分ね専用のプレートが入ってるんでしょうね。でもう一つが炙りんの本体でございます。ミスター M さん、ついに来ましたよ。はい、でプレートの方を開けると上下に2枚入ってますね。これがありがたいですね。上のこの穴が開いてるプレートと、あとこちらは開いてないプレート、ここに油が落ちるようになってますんで、なかなかいいんじゃないですかこれ。これだけ大きいとね、やっぱこう2人前とかやれそうですよね。そしてもう一つのこの大きな箱には本体が入ってございます。じゃあこれをね上から開けてみようかなってところですね。はい、開けるとこんな感じでございます。はい、発泡スチロールをほどくとこういう風にねがっしり入ってますね。すごい大きいですね。うん、頼もしい。でこれが本体、そしてこれが小さな鉄板。これは一人でこっそりやるときに使っていけばいいのかなと思います。はい、はい、ザイグルの本体と鉄板、レギュラーとこれがね別売りの大きいやつですね。まあなんかこれにお世話になることになりそうですよ結構。でこれは動くのかな。あ、動きますね。動く。でなんか遠赤外線で上と下から挟むんで煙がほとんど出ずに、で鉄板は油が落ちるような仕組みになってるんで、まあ、ヘルシーだということでございます。まあこういったね謳い文句で今までいくつ鉄板を買ってしまったんでしょうか。結局総額10万円ぐらいじゃないですか、ここ何年かで。何をやってるんでしょうねもうね、まあ、つまりね次から次へと買わせる仕組みなんですよ世の中は。この罠にはまってカモになってるのは誰だって話ですよね。まあすっかりカモになってしまいました。でもおかげでねこれで GDP も維持されているということでご了承ください。まあ何にしてもこれを買って終わりじゃないんですよ。こっから無限に肉を買って焼いて食べるっていうループが始まるんですよね、無限ループが。でお肉を食べ過ぎてなんかね健康を壊した際はまたダイエットなりねお医者さん通うなりしてまたお金がかかるというね、何をやってるんでしょうかということでございます。まあでもねこじんまり生きててもしょうがないですよ。楽しみながらちょっとメンテナンスしながらまた楽しんでメンテナンスして人生は終わっていくのかなと思います。まあ焼肉ね、これからガチンコ焼肉クラブですか、何だったっけ、ガチンコ男塾焼肉オンライン、これねまた第2弾あるんじゃないですか。もういいですかやんなくても。うん、なんかねこうやってねザイグル仲間が増えていくってのもなかなか面白いんじゃないですか。なんか今こうね政治団体でザイグル党ってのもできそうですけどね。これはだから新感覚ですね。ここになんかお水が溜まるわけですよ。うん、あとぶっちゃけ焼肉食べて食べる分にはタレが味を決めるのかなと思いますけど、違いますかね。やっぱりこう焼き器も大事ですかね。本来だったら炭火焼きで焼きたいところですけども、残念ながら炭火焼きで焼くとねもうこれ一日作業になりますんで、とてもじゃないけどもちょっと焼き肉をって感じじゃないですね。やっぱ炭火はお店に行って食べるものかなというところでございます。あくまでも家庭では炭火風で風をつけてね楽しみたいなと思いますよね。それではお肉の仕入れができるまでザイグルにはちょっと倉庫に眠っててもらおうかなと思います。とりあえずスーパーペイペイ祭りでザイグル買ったんで会計の方お願いします。このザイグル、予備の鉄板込みで、確かね2万8000円ぐらいでしたね。焼肉を焼く鉄板で2万8000円ってどういうことじゃんって話でしょ。3000円くらいでもありますからね今ね、ただ焼肉を焼くだけだったら。このね付加価値をしっかりつけたザイグル2万8000円本当に払う価値あったでしょうか焼肉食べるぐらいだったらフライパンでもいいような気がしきました。ただまあねスーパーペイペイ祭りで 49% バックなわけですよ。だから2万8000円が送料込みでなんと1万4000円でしょ。ってことはいや別に買わなくても焼肉食えたじゃん俺みたいな感じですね結局ね。何をやっとるんだみたいな。これでうまくなかったら、なんかね、いいとこなかったら、単なる私の社会のカモですよ。なんかいいことあるかな。ということでね、
とりあえず焼肉の食べられるその日までこれは温存しておこうかなと思います。あでもねやっぱこうぶっちゃけ見てこのスペースで焼肉できるわけですよ。例えば対面で可愛いね女の子、まあ私の奥さんですけども大好きな奥さんと対面で食べるじゃないですか。で焼肉食べるときこうしてやるわけですよ。美味しいね美味しいね幸せだね、いや本当に幸せだよ君と一緒に暮らしてたよ、もうね本当に良かったよって、君はライバルが多かったからなと、本当に勝ち抜いてきてやっとやっとのことで思いが届いたよみたいなね、また余談話をするようになりますけども、まあね、おかげさまで焼肉美味しく食べれそうですね。ちょっとね焼肉を食べる日まで間がありそうですけども、その辺はまあ私が食べるまではあのミスター M さんの焼肉動画でも見てお楽しみください、で最後になりますけどもザイグルやっぱりね高いですわ。これはあの 28,000 円が 49% ポイントバックなんでポチってしましたけども、秋で私買わなくてもよかったような気がしますねこれね。だからこのねレビュー動画を何回も撮って広告収入で取り戻すしかないなというところでございます。いつになることやらザイグル、まあジャバネとタカタカねザイグルの CM をしている限りはなんぼかアクセス集まると思いますので、頑張っていこうかなと思います。さあそれでですねザイグルもうすでにお持ちの方よろしかったらメッセージいただければと思います。コメントなどねザイグル島ザイグル島でやっていきましょう。それではザイグルにはどんなお肉が合うのかなというテーマで次回をお送りしたいと思います。では中山牧場からお送りしました。イエス。